僕でも思うんですけど、はい、まあ、浅田さんでしたけど、だからジャンプでいまいち成績、はいはい、高梨沙羅さん、沙羅さん、はい、なんかね僕ねみんなねいい子すぎるっていうかね、うん、もうねもっと戦闘態勢に僕入っていいと思うんですよ、うん、でも現地着いたらもう取材も、うん、もういいと、うんうん、もっと僕ねわがままでねピリピリしててなんか本当にすごくいい子で、いや本当に実際いい子なんでしょうけど、取材をあんなにちゃんと受けてちゃんと受け答えするより僕はもっとねもっと入り込みましてあげないといけないんじゃないかなって思うんですよ。ロシアのフィギュアの15歳の少女みたいな感じで、ね、そうもうあれぐらいもう日本人から見たらもうふてぶて、何やろお前って。でも日本の報道陣でああいうのですぐあいつわがままやとかなんやって叩かれるやんか。でもねもうそんな世界でやってるから、ね、向こうと戦っていくには海外で戦っていくにはもっとわがままでいいと俺は思うんです。ちょっとコメントがねもうちょっと悲しいというか、はい、もうこんなこともメダルへの重圧のコメントで す,、ね、です高梨沙羅選手、うん、結果を残すことができなかったので、うんうん、申し訳ない気持ちでいっぱいです、ね、うん、さらにスピードスケート500メートルの長島圭一郎選手は金メダルは絶対だった、旅費を全部払いたい。ええ子やねん。これ佐藤さん、これやっぱこういうプレッシャー選手やっぱみんな受けてるんですか。そうですね、まあ、マスコミ的、ね、敵に回せない感じがあるじゃないですか。僕そこがすごくね罪やと思うんですよ。それは協会側もなんかちゃんと受け答え しなさいってことなんですね。あるのかな。なんか一応そういうミックスゾーンみたいなところで必ず受けなきゃいけない場所はあるんですけど、そこで生意気なこととか言うと、うん、ほらやっぱりその前の大会 の, スノボー あの男の子ね、はい、ちょっとこうなんかね、はい、いやもう あれぐらいでもね、逆に言うとあれぐらいあれぐらいじゃないと、あのふてぶてしさがないと世界と僕は戦っていきづらいと思うし、はい、それぐらいでいいと思うんですよね。でもなんかやっぱ書かれて気持ちが乱れるように、だからね、そう書く方が悪いんですよそこも、ね、絶対書く方が悪いんですよ。でせっかくいい才能を、うん、なんか人間性をまず第一みたいになってるから、人間性なんか正直どうでもええねんってぐらいのでまたね、そこまで行くレベルの人はほんま人間性が悪くないんですよ、うん、絶対。でもポーズでもいいから、昔のなんかボクシングのモハメド・アリやタイソンみたいにボロクソ言うじゃないですか、うん、はいはいはい、でもあれは本当はどうやって自分を駆り立ててるんですよ、うん、本当はそんな悪いやつじゃないじゃないですか、自分を奮い立たす意味でなんかこ う, そ う, そ う, そうめちゃくちゃ言うてっていう、あれでプレッシャーとかいろんなものと戦ってるんですよ。なんか今僕はそこはすごくかわいそうな気がするんです。